皆さんこんにちは、ペストでございます。横綱物語続きやってまいりたいと思います。855回目なのかな、九州場所本場所入りましょう。番付はこんな感じですね。六条さんがどこまで踏ん張れるかっていうところか。で、重量が3人と。ああ、いきなり五条さんと六条さん。君も桁繰り使うやん。しゅんいちはね、いつものように全員見たいと思います。両替さんからしゅんいちのお相手は北海山さん。おー、ハリテンヤツさあ、もろ差し入った。そして月上半身ゼロやけど頑張るね。追い込んだ。そして押し出し、両替さん白星スタート。花山町さん、初日のお相手は武神会さん。あら、武神会さん、こんなとこにいるの。これは強いぞ、相手。さあ、全然ターンが待ってこないね。ああ、予約をした。しかし、終始武神会さんのペース。なんか決められそうやね。追い込まれてしまった。なんとかもろ出しで一つ返す。粘りきれない、押し倒されてしまいました。花山さんは黒星スタート。で、七条さんですね。秀港さん、あら、秀港さんこんなとこなんですね今。さあ、先手は、あ、桁食った。七条さんは白星スタート。で、五条さん、あ、万寿さんでしたね、ごめんなさい。南宗龍さんが初日の相手。さあ、ガッチリマシ取って、3つ入った、そのまま行くのか。いったー、相撲をさせませんでした。高辻さんはカズサナダさんが初日の相手。さあ、今日はちょっと早かったね、出だしが。さあ、こちらもほぼ一方的、盤石のスタート。松原さん、影尾さんとですね。こちらも強い相撲を見せました。松原さんも死亡した後、最後五条さんと六条さん、初日から同門対決。六条さんの桁繰りが決まりました。びっくりした。五条さん、初日からいきなりつまずきましたね。他は、あ、氷川さんと荒藤さんは荒藤さんに軍配。あ、高西さんも初日黒星。という結果ですね。さあ、五条さん、六条さんの対決は、五条さんにまさかの、白星発進というのか、あとは、あ、岩戸川さん負けてるのね。ごめんなさい、ね、ちょっと喉引っかかっちゃった。では、2日目、参りましょう。もうね、おっちゃんにやってくるとね、喉が引っかかってしょうがないね。あとね、ちょっと、やっぱりうち、ちびさんにね、風もらうんで。風っていうかね、もらっちゃう。
じゃう。あ、2日目いけないまんじゅうさんと六条さんか。六条さんの快進撃がついに始まるかどうかですね。2日目は花山地さんは北海山さんですね。で、了解さんは武神会さん。で、七条さんは東崎森さん。で、同門対決ですね。大関のまんじゅうさんと前頭5枚目六条さん。六条さん、昨日は五条さんを桁繰りで撃破。さあ六条さん、今日は何を狙っているか。しかし回しを取る、ここでようやく回しを取った。しかしまんじゅうさんはこれは桁繰りを恐れて突き一辺倒、突き出しました。まんじゅうさんの勝ち。高辻さんは影朗さん、こちらはまたパスしていきますね。松原さんは和真田さんで、ラストお嬢さんは南宗龍さん。さあ今日は三横綱安泰でしたね。で、同門対決は、まんじゅうさんに軍配。あ、氷川さんが我流さんと当たって2連敗。岩戸川さん勝ちましたね。あとは高錦さんは、あれどこだ、あ、高錦さんも高山さんに勝ってると。で、十両は七条さんに、両替さんに2連勝というところですね。2日目はこんな感じですね。では、あ、そうか、百鬼丸さん ついちゃったんですね。3日目参りましょう。さあ、六条さんはね、台風の目となるかどうかですね。今日は誰と当たるんでしょうか。で、同門対決がね、両替さんと花山地さんでありますね。あ、今日は松原さんとか。前頭5枚目はね、上と当たりますからね、最初の数日間は。さあどうなるでしょうか。同門対決、2連勝中の両替さん、2連敗中の花山地さんの一番。残ったでしょ。さあ花嫁さん逆転しました。一気に寄っていく。そして土俵際、両替さん1個返すけどペースは花嫁さん、そのままどうやら行きそうか。両替さん粘る、もう一度追い込む、また差し替わる。しかし今度はこらえた。そして差し替わって寄り切り、花山さん勝ちました。七条さんは日暮さんですね。こちらパスしていきます。万寿寺さんは和真田さんですね。で、高辻さんが南宗龍さんで、松原さんが六条さんとの同門対決。さあ、五条さんを破った松原さん、どう出てくるか。まあ、頭き返す。しかしすぐ六条さんの押しから入った。松原さんは突き2つ、ケタグリー。また六条さんケタグリーで松原さんも撃破。五条さんは影朗さんですね。こちらまたパスしていきます。さあ、これは六条さん台風の目になるか。百鬼丸さんは、敗れましたね。氷川さん3連敗で、瀬戸錦さん、岩戸川さん、塩野美さん、照見山さんは順当勝ち。あ、七条さん負けたね。外掛けか。で、同門対決は花山地さんでしたね。さあ、3日目終了。西大関に早くも1つずつ土が、これは両方とも六条さんですね。で、高辻さん、万寿さんは3連勝。では4日目いきましょう。氷川さんがね、3連敗なんですね。五条さんは今日は高山とさんとですね、このまま勝っときたいね。で、高辻さんが3連敗中の氷川さんと。
吉田畑さんとかね、もあまんじゅうさんは百鬼丸さんとか、モロセトさんとかね、今日は勝てる相手ですっていうね、まあ言い方悪いですけどね、カモリ騎士がね結構この後半ね、私のシリーズの後半でね結構前頭に上がってきてるのが面白いですね。七条さんは北海山さんね、両替さんは沖津波さん、花山さんは八社ヶ岳さんとですね。六条さんは沖野桜さんと2勝1敗同士ですね。下と当たってたな今みたいな。で、まんじゅうさんは小結び百鬼丸さん、お相手は1勝2敗、こちらはお相手三役ですからね。見ていきましょう。さあ足を取ったけど、すぐ百鬼丸さんで、ね、押し返してきましたね。さあ物差し2つ、もう一丁いくか、押して3つ目で、そのまま追い込んだ。さあしかし回しは百鬼丸さん、マシを取ってもろ出し寄り、ここはきっちり寄りました。4連勝。高辻さんは3連敗中の小結氷川さんと、さあたまに氷川さんの首投げが発動しますね。高辻さんの場合は今日は落ち着いていけるか。さあついた、そして外無双、大技を決めました。松原さんは3連敗中の浦風さん、こちらパスします。五条さんはこちらも3連敗中、高山とさん。高辻さんの外無双なんか記憶ないけどね。まあ持ってんのは持ってたけど、大関が負けないね。で六条さんは今日も勝ったで、十両は七条さんだけ勝ち、七条さんまた桁繰り。4日目終了しました。五条さん、松原さん3勝1敗、高辻さん、万人中寺さんが4連勝、他4連勝は八重野さん、我流さん、荒藤さん、瀬戸錦さん、塩野美さん、照宮山さん、甲斐の4連勝はいない、六条さんは3勝1敗、あごめんなさい、甲斐の4連勝、誉さんがいたわ。十両の4連勝は若しぐれさん、綾野国さん、若青葉さんのお三方かな。はい、で七条さん3勝1敗、花山さん1勝3敗、両替さん2勝2敗という状態ですね。2日目いきたいと思います。さあ七条さんが今日花山地さんと、五条さんは小結びの百鬼丸さん、高杉さんは前頭の筆頭の浦風さんね、両替さんで、六条さんは明日やね、星浅香さんと。でここは同門対決、まんじゅじさんは前頭人の高山さんで、松原さんが氷川さんね。同門対決、花山さん1勝3敗、七条さん3勝1敗の同門対決ですね。さあ七条さんが怒涛の支配入りました。土俵際一歩手前、また差し替わって、今度は寄っていきたいが押した。さあ追い込んだな七条さん、そのまま押し出し、七条さんが勝ちました。4勝目。2勝2敗同士、両替さんのお相手は青龍山さん、こちらパスしますね。で次は六条さんかな、そうですね、星浅香さん、お相手は2勝2敗。万寿寺さんは高山さん、お相手は4連敗中。高辻さんは浦和さん、こちらもお相手は4連敗中。松原さん、小結びの氷川さんですね、こっち氷川さんが4連敗中。さあここも勝って5敗目にして、陥落ピンチを迎えさせたいところ。首投げこらえた。さあじわじわ追い込んでいこうとする松原さん、さあ突きで追い込んで、そのまま押し出し、松原さん勝ちました。氷川さん5敗5連敗、五条さんは百鬼丸さん、お相手1勝3敗。手繰り決めました、五条さんの勝ち。おまんじゅじさん敗れました。で荒藤さんも伊勢神楽さんに敗れる。さあ早くも荒藤さんにも土がついた。まんじゅじさんも一
一つ土がついてしまいましたね。で六条さんは叩き込みで勝ちで、両替さん敗れた。で同門対決は七条さんですね。ということで我が部屋の夫人は高杉さんだけ5連勝で頑張ってる状態ですね。では3日目いきましょう。高辻さんが今日百鬼丸さんとね。六条さんは八郎方さんね。八八って見えるかちょっとややこしいですけどね。まんじりさんが氷川さん。六条さんはまんじりさんに負けた1敗だけか。そしたらね、七条さんは武神会さん、お相手は2勝3敗。花江町さんは沖津波さん、こちらもお相手2勝3敗。こちら2勝3敗同士、両替さんと八車ヶ岳さん。六条さん、八郎方さんですね。2勝3敗多いな。まんじゅいさんは5連敗中の氷川さん。さあこれ勝てば氷川さんかなりお尻がひっついひお尻に火がついた状態で後半戦に入ることになります。もちろん陥落のピンチやね。変な仕様が発動しなければだけど、押してそのまま寄り切り。氷川さん6連敗、まんじゅいさんは1敗をキープ。高辻さんは、百鬼丸さん、お相手は1勝4敗。さあここを勝って1人全勝をキープしたいところ。まだね八重の実さんとかが残ってますからね。さあ強烈な月4発、高辻さん6連勝。松原さんは高山さん、お相手は1勝4敗。この1勝は万事さん勝った分ですね。五条さんは浦和さん、お相手は5連敗中。さあ上位4人なんとか勝ちました。八重の実さんはもう6連勝ですね。ガリュウさん敗れた。浅野方さんの上手出し投げ。塩の実さんも負けてるね。六条さん今日も勝ってる。十両は七条さんだけ勝ちましたね。6日目終了しました。五条さん、松原さん、万事さんが5勝1敗、高杉さんが6連勝、他6連勝は八重の実さん、瀬戸錦さん、照宮山さんですね。六条さんも5勝1敗、全然 OK なスタート。ああ、誉さんが1つ土がついてますね。十両、6連勝は若おばさん1人になりましたね。七条さんが5勝1敗でなんと2番手チーム。花山さん1勝5敗、両替さん2勝4敗というところですね。では忙しくなります。7日目参りましょう。五条さんは荒藤さんと当たります。高辻さんは八重の実さん来た。両替さん篠倉さん。六条さんは日馬さんね。花山さんはラオウさんか。まだ1勝しかしてない。万事さん大関同士の1番、ガーリュウさんと、そして松原さんが田西さんですね。七条さんは3勝3敗の沖津波さん。両替さんは一ノ倉さん、お相手は1勝5敗。花山地さんはラオウさん、お相手は2勝4敗。六条さんは6連敗中、日馬さんと。5勝1敗同士の1番、大関同士の1番になりました。まんじゅいさんの今日の相手はガーリュウさん。さあ、なんとか真ん中戻しましたけど、ここからガーリュウさんが下がらない。必死の押し。また回し、上手投げ、ガリュウさんの勝ち。6連勝同士の1番、高辻さんは今日は最強 CPU 八重の実さんと。さあまず突きから。さあここからが下がらない。おっつけた。突き
人押し、そして追い込んでいくのか、いくのか、いったー、突き出し、高津井さん絶好調、7連勝。5勝1敗で押しの1番松原さんは今日は関脇の多賀錦さんと。さあほぼ一方的に追い込んで差し替われば勝機、押し出し、松原さんも1敗をキープ。五条さんと荒藤さん、こちらも5勝1敗同士ですね。さあ先に回しを取ったのは荒藤さん、上手投げ2つはなんとか五条さん捉える、しかしなかなか回しを取らせてもらえない形。さあ押した、先に動いたのは五条さんの押しから、そして突きで2つ目、土俵際一歩手前、荒藤さん寄り返して、しかしまだ五条さんがリード、ここから下がらない、しかし五条さんなかなか回しを取れない、あー真ん中戻ってしまった、今度は荒藤さんリード、五条さんたまらず突き返して真ん中戻して、また五条さんが逆転。さあしかし桁繰りが発動しません、危ない、叩き込みもなんとかこらえて、今のところ技は全部かわして、しかしジャブを決めてくる、真ん中ですごい攻め合いになった。さあついて再びリード、危ない、本場所のアロフィさんで、ね、なかなかしぶとい、ようやくいった、追い込んで突き出しました、苦戦しましたけど五条さんなんとか勝ちました。万寿寺さんが我流さんの上手投げにスコンと回りましたね。これは横綱取りがちょっともう赤信号といってぐらいの状態ですね。高辻さん久々に相野美さんに勝ちましたね。六条さんも1敗をキープで、十両は花山さん勝ちましたね。両替さん敗れて七条さんも1敗をキープしてます。ということで、前哨は高辻さんとテルミヤムさんの2人になりましたね。ではこのまま、前半戦ラスト8日目参りましょう。七条さん、五条さんが今日ガリュウさんとですね、高辻さんが多賀錦さん。さあここからは本当にね、爪が甘くない高辻さんが久々の優勝に向けて、もう来季からやっぱり劣化ゾーン入っちゃいますからね。花山市さんは現在好調の若尾さんでしたね。で万寿寺さんが今日も大関同士の一番荒藤さんと、松原さんが8日目で八重の実さんと当たります。七条さんは八尺ヶ岳さん、お相手は3勝4敗。花山市さんは全勝7連勝中の若青葉さん、両替さんは浅瀬山さん、お相手は4勝3敗。六条さんは伊勢神楽さんですね、こちらお相手3勝4敗、1人荒藤さんを破ったのかな。こちら5勝2敗同士、万寿寺さんと荒藤さんの大関同士の一番。さあ昨日はね我流さんに不覚を取りました。万寿寺さんが今日ははたかれてしまいました。万寿寺さん3敗目。高津さん関脇の多賀錦さん、お相手は5勝2敗。さあ8連勝で勢いよとトップをひた走りたいところ。高津さん今日はより3つで一気に追い込んで、そのまま突き出し8連勝。松原さんと八重野さん6勝1敗同士の一番となります。高辻さんは八重野さんを破りました。さあそしてここでもう突きが2つ入って追い込んだ、そのまま押っつけて押し出し、松原さんも八重野さんを撃破。6勝1敗同士、五条さんと大関我流さん。さあ仕掛けてきたのは我流さんですね。しかしまだ真ん中から動いてない、先に動いたのは我流さんの寄りから。五条さん今日もなかなか回しが取れない。昨日の荒藤さん戦もねだいぶ苦労してましたけど、あの表現は一歩手前、また叩き込み、
ようやく手が入った。しかし動かすのが精一杯か。今場所の五条さんはちょっとつらい。さあなんとかこらえてタイミングを見たいところ。なんとか戻した。そしてここでアドバンテージ2つ。追い込めるか。追い込めない。そしてケタブリも発動しません。ガリュウさんやってくる。あー、またガリュウさんがリード。ずっとガリュウさんのターンが続く。工場さんちょっと厳しいな今日は。ケタグッターようやく発動しました。工場さんガリュウさんを撃破。万寿寺さんが今場所はガリュウさんとアロフジさん2人とも負けちゃいましたね。で六条さんがまた勝ってる。で十両は七条さんだけね勝ちましたね。七条さんまたケタグリーダー。前半戦終了しました。五条さん松原さん7勝1敗、高辻さんが8連勝で、照美山さんも8連勝なんですね。万寺さんは1対3敗目ね。これ両席撃破してればね7勝1敗ペースやったんですけどね。で六条さん頑張ってます。7勝1敗勝ち越しリーチ。十両は若尾さん1人8連勝、そして7勝1敗チームで七条さん、他7勝1敗は、東崎森さんと勝ち見杉さんね。だいぶ勢力図入れ替わりましたね。若しぐれさんも4連勝スタートやったんですけどね。で、で花山さん両替さん仲良く2勝6敗という状態でございます。さあ完全に六条さんがね荒らしてくれて面白くなってきましたね。高辻さん久々の優勝なるでしょうか。そして来季はねもう劣化ゾーンになるからラストチャンスかもね知りませんからね、頑張ってほしいところですね。後半戦も楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。